まあの大津屋が負けるのはもうこれ確定していてあの勝つ方法も実はあるです多分、ね、勝てると思うんですよあの民,民事でねでも民事で勝つ場合には刑事で負かしてから行かないといけないです、ね、でその手続きが一切な,いなぜ勝つはプロレスだから。 ね、だからあわ、私は触らないようにしてきたんですけど、えー、レスラー、反レスラーたちが一通り触ってきたので、作りたいと思います。本日、えー、2024年の3月6日午後3時54分を待ったところです。おー、森林会のお浅大志でございます。ネット選挙株式会社のホームページを見たところ、ね、こういうものです。えー、それをポチれば、そのまま <laughs> あのー、振り込み先と、要は金銭の移動が行われる。まあ、私が電子的募金箱と呼んでますけど、 もしくはクレジット決済であればクレジット決済の、えー、そういうフォームに誘導する要は通信販売の表記があるのかどうかネット選挙株式会社はないんですないということは、えーえー、通信販売のものじゃないで大塚さんが受けあの送ったものを、えー、そのまま放置したっていうか,なんか受け取りを拒否したということでしょだからその時点では店舗で店舗に行って でゲットしてくる要は、印刷会社ですよっていう店舗があって、その中で印刷していて、そこに行って契約を結んだ。要は、選挙用のポスターを買いに行ったよという体じゃないので、今のところこれは選挙ポスターじゃないっていうふうにしてるわけでしょ。っていうことは、ね、やっとこうとするならば、これは電話勧誘販売か訪問販売、<laughs> この2つで、訪問販売はちょっと無理がある。 だから、お互いが、その、訪問販売の時にピンポンって来て、そこで契約を結んで、その後に、さらにそのものだけを送りつけるという構図なわけでしょね。だから、ちょうどちょっと無理あるので、電話勧誘販売、要はネット選挙株式会社というところと、電話で契約を結んだというのが一番正しいんじゃないかな、ということで、電話勧誘販売で何があるかつは、書面の交付義務。 ね、書面の交付義務等があるはずだから、あのー、そこに不備があるんであればその不備書面を理由に正式な書面が来てからクーリングオフだからこれいかようにでもできるのよやろうと思えば大塚側が勝とうと思えば刑事でやってもしくはこれを ね、電話会は販売の販売書面がないですよ、すなわち正式な書面を交付させておいて、その後にクーリングオフで、えー、要は簡単に言うと、クーリングオフを主張しないんですよ、なぜか。<laughs> 普通、消費者がこういうふうに押し売り、ね、ネット選挙株,株式会社が押し売りに近い状態ですよっていう状態でしょ、だからそういうの契約が無効とする場合には、ねこ、どこに電話しますか、我々一般国民。ね これだから、あの、非常にアクシス。 法律の専門家たち例えば、えー、失敗小僧さんとかね、えー、福永弁護士とかが解説していってるのでこれこれ言わないから、ね、そういうことが普通に行われるんだ要はこれから選挙に出ましょうっていう人が、えー、じゃああのネット上で通販をやっているその選挙ポスター用のところいっぱいありますけどねあのそういうところに行って同様のトラブルが起きた時に裁判までやらないといけないのかっていうそういうふうに誘導している悪質な、えー、やつだなと思って私は触らない 来たのどうなるか,どうか分からないけどでも一通りやっぱレスラーが触ってきたんで私が解説するとこうなるんですよ、ね、一般の、ね、何も法律が手しかない人は、ねえー、行政にせん、あのー、消費者庁に相談するはずなんです消,消,費消費生活センターあ今国民,国民生活センターかん今ちょっと忘れましたけどまあそこに相談するわけでしょこういう押し売り業者がいますとこうこうこうです いうわけでしょ、ね、じゃあその時に重要になってくるのがその契約が商法に法律に準じた契約がどうかでしょだから裁判に行く前にまずはそれなんですね法律上に準じた契約じゃなければその瞬間に無効だからだから裁判やるまでもないんですだから一般の法律知識持たない人は裁判をガンガンやるわけないから裁判やらなくて業事業者が悪いってほとんどが消費者寄りになってますから法律がね この法律が消費者寄りなんで、大津かが勝つことになるんです。候補者として <laughs> やるときに、ね、あの今の話をしていけば、大津かが勝つことそれは逆転のやつがやってるでしょ逆転のやつってことは、この商法のところを焦点に当てて戦ってないから、民事上ね。要は、あの通報してないってこと。警察にネット選挙株式会社を通報すれば、一発で大津かが勝つんです。これ多分ね。 あて手続き全部正確にやっていた上で大通やかのわがままであれば要はクーリングオフ期間を過ぎてました過ぎてからああだこうだ言ってますよっていう状態だったらネット選挙株式会社が勝つじゃあどういう契約やってってるんですかっていうところに焦点を当ててないでしょ今ねだから、あのー、単なるプロレスっていうことだから触らないで来たわけ私は <laughs> だからこれを見て悪質なのは法律の専門家がこういうことが全国で起こ,起こり得る可能性ある。昔であればその地盤に何つか、えー、根付いたその印刷業者がその,その,人,その人たちとやるわけやり取りするわけね。ねもしくは 例えば、あのーえー、なんで小泉進次郎さんの,、えー、その親,親族か分からないけど関係者の,その印刷会社に行って1億円ぐらい流れているような会社に行けば単なる家で印刷機すらないような感じ <laughs> でっかい印刷物の,その全国にく配るような印刷物の印刷会社みたいなところに実際に取材しに行けばなんだこんな家に巨大な印刷機とかあるんですかみたいな。 ね、周りの人から聞けば別にガン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 とか印刷機の音とか何にも聞こえないよみたいなねだから架空のそういう印刷業,業者みたいなやつをやってるんだけどそこはそこを使うところとそのところでトラブル起きるわけがないんです新次郎さんのその政治団体の誰かとその, <laughs> その印刷会社がトラブルを起こすわけがないんです親族もともと親族が何かの知り合いなんだからね ね、だからトラブル起きないから別に怪しいですねっていう話で終わるわけちゃんちゃんでしょそれね <laughs> だからネット選挙株式会社も怪しいですねちゃんちゃんで終わるわけ普通にねそれはわざわざこれ裁判でやってきてるわけでしょでその裁判でやってるじゃあ契約のスタイルって何ですかつ、ね、えー、印刷会社店舗ネット選挙株式会社が店舗あってそこで契約したかどうかな そこに大津若が行って契約したかどうかでしょ。おそらくですけど、電話使って契約したんじゃないもしくはインターネットを使ってやったんじゃないで、インターネットを使えば、えね、全部ネット通販ですっていう、クーリングオフなんて関係ありませんっていう、そういう詐欺師たちが。 えー、湧いてくるんだけど、ね、それは詐欺師たちがネット通販だとクーリングオフ効かないというこのね、えー、これ、条文を読み込まない、読み込んでるだろうとは思いますが、それをダマクらかすためにそこだけ言ってるのね。だから、通信販売であれば通信販売のやつを表記してないといけないんだけど、ネット選挙株式会社のホームページに行けばないから、だからネット通販のその販売方法はやってない。すなわちクーリングをすべて 電話会議であろうが、訪問販売であろうが、えーね、あの連,鎖連鎖であろうがね、うん、連鎖と実は連鎖取引が入ってるかもしれないからね、ねこ,これはあれね、えー、だから公費負担の持ち分を、だから梅選挙とかやって公費負担の持ち分を山分けしましょうみたいな、これ連鎖取引販売に値するその連鎖取引販売もちゃんと契約を結んであれば、政府の。政府の。 選挙で儲けるってこと、梅選挙で儲けるってそういうことなんだけどね。ね、だから、あのー、その契約スタイルがおそらくですけど、メタメタだと思います。メタメタ。ね、だからこ、ね、メタメタなのにわざわざこれ出してきたんだよ。どういうことかっていうのは簡単でしょネット選挙、ネット選挙株式会社と橘高隆とか大津彩のつながりを、ね、あの疑われる捜査をかく乱するためにやってるとしか見えないわけ。 だから、大津やかを勝たせることもできるし、任せることもできて、今、任せる方向に行ったでしょ。勝たせる場合は、契約の方法自体をどん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 やっていかないといけない。で、その契約の方法がやばいってなったら、ね、そもそもが、それは民,民事でそうなっちゃえば、警察なんで入らないんですか、ネット選挙株式会社なんで入らないんですかってなるわけ。 で、そういうことをしないわけでしょってことは、身内なんです。全部身内。大津大津屋が身内だったわで、もともと身内だったからそうなってるんですよっつって、今も身内だから。今も身内だから、このね、くだらない民事裁判を我々の税金でやってってるわけ。ね。そ,そんなんだったら、警察に言えばいいわけ。ネット選挙株式会社。押し売りですって。ね。ね。面もらってないし、とかな、もらってたとしてなら、クーリングオフ期間中に言えばいいわけ。クーリングオフ期間中に。 おそらく通信販売じゃないだろうからねクーリングオフ期間中にいりませんと言えばいい話、ね、じゃあクーリングオフ期間も放置したってなったら簡単でしょ大津屋がネット選挙会株式会社と共謀してると考えればいいよだからクーリングオフも効かないところでやってるんだからね, <laughs> ねだから簡単にみんな物の販売ってやってるけどこういうことなんだからね,ね普通であれば店舗に行って買わないといけないわけ何でもそう 立花、ねね、さんがスマートブックアステレビを売る時に、えー、電気屋さんっていうその店舗を借りてや販売してますかそういう可能性もあるけど、ね、そういう可能性もあるけど、えー、もしインターネットでやるんだったら特定書取引用のこの第11条で販売しないといけないんだよその広告等も含めて、ね、広告とかその販売方法に法律がちゃんと定められてるの。 そ,そ,れそこから言ったら、通信販売の携帯だけはクーリングオフ効かないんです。そこに決められたこの情報を消費者に提示しなさいよという情報があるから、ね、それを承諾した上でポチるわけでしょ。ね、だから、特殊法の表示があるべきなんですで。それがネット選挙株式会社ないから、と通信販売はや,らやったという形にできないわけ。だから、不特定多数に向けてオープンにしてないからね。 ということは、電話勧誘販売か訪問販売かになるわけ。<laughs> もしくは、実店舗というものを単なる事務所でここが店舗ですって身内だからどうせ来る人、身内でしょネット選挙か株式会社不特定多数にやってるけど契約結ぶのが身内しか結ばない。 ね、筋を割れた人しか結ばないとするんであれば、ね、そういうマンションか一室で契約するわけ。じゃあ、それだったらそこは店舗ですっていうふうに登録されてればいいわけ。そこで契約しましたということにすればいいわけね。<laughs> そしたら、大津屋負けるじゃん。クーリングオフ聞かないんだから、ね。だから今やってるやつが全部茶番になる。<laughs> 茶番。 もうは、初めて、もうその店舗に行って、そして契約しました。で、送り付けのやつは、その契約、契約してんのに返すってことでしょねだから負け決定になってるわけ。だから、あの、失敗小僧さんの、その、なんてうか、事情が変わったか、そんな関係ない。ね、書面、書面を交付してるかどうか。<laughs> で、書面、書面に交付されて、その記載された通りに契約が言ってるかどうか。そう簡単なことなんです。簡単なこと。 でおそらくですけどその書面の通りになってネット選挙か株式会社は悪くないという体で今やってるのねただ民事民事的に金を払うか払わないかだけのやつをわざわざ見せつけてるのは何かっつったらプロレスだからねなぜそんなプロレスをするかっつったら捜査のかく乱ぐらいしか考えられないね要は今ポッケないないをしてると私は思ってるわけね あの17億円溶かしたから始まってるからね。黒川敦彦が17億円溶かしたっつってんね、17億円どこ行ってんですかって言ったらないないしないといけないじゃん。ね。政治活動に使ってますってやらないといけないでしょ。だからその関連する会社とかに全部今捜査が入ってってるもんだって考えるのが正しいでしょ。ね。本当に溶かしたんですかって黒川敦彦が言ってる、溶かしたっていうやつが本当に溶けたんですかって言うのは全部ね、捜査が入ってると見るのが正しいわけでしょ。正しいってうか違和感がなの解消になるわけでしょ。 だからその一環でやってるだけだろうなと思ったからあんまりポスターのやつは、えー、触らないできた、ねで。バン t v さんも匂いを感じ取って、えー、触らない。ね、えー、勝ったのか、ねあのー、失敗小僧さんの参戦を待ってたのか。<laughs> ね、失敗小僧さんはやめた方がいいと思うよ。もうちょっと待った方がいいと思う。もうちょっと待って体調が回復してからやった方がいいんじゃないかな。ね、おぎつ気味が怒ってたでしょう。う おぎつ組怒ってたでしょ名誉毀ね,ねだからもうちょっとた小木つぐみさんもちょっとね、えー、あの体調が悪いんですというのを前提頭に置いて言わないとね福永弁護士も体調が悪いんですよ、ね、だから本調子じゃないのこんちゃってね本調子じゃない人をなぜそうやるかまあ俺も今やったんだけど <laughs> やったんだけどだからあの ね、だから、その契約自体が正しい方法かどうかで言ったら極めて正しい方法じゃない、えー、契約スタイルに見えますと簡単に言うとね、商法に準じていない、えー、商法の中でも特定された特定書取引法に従うんじゃないかと要は店舗がない営業,営業店舗がない状態でやってるんじゃないかと、ね、その中で、そしたならばクーリングオフ効くでしょ。 だから大坂はこんな契約認めません。書面がちゃんとしたものじゃないです。ねこう,こういう経過でこれは選挙用のポ私が依頼して,し,てしてません、こんなものを、ね <laughs> ね。こんなものを私が依頼してませんっていうのが書面上で紙であるはずなんです。ねじゃあその紙を持っていけば、あともう裁判なんてする必要がないんです。無効ですってなるから。ね それでも業者が言ってくるんだったら、ね、裁判民事で裁判所じゃなくて警察に行かないといけないわけでネット選挙株式会社、まあ、その前に消費者庁に行政指導してもらわないといけないわけネット選挙株式会社を、ね、そういう契約スタイルなんですかみたいな、ね、これ非常に結構、ね、あの簡単に見えて結構複雑だよ。なぜかって言ったら、ね、発注した人とその金払う人が公費負担でやる可能性あるから。 事業者が、えー、その戦艦とかに、えー、行くわけでしょ、おそらく。ねあじ、わかんない、戦艦かわかんないけど、自治体かわかんないけど、その私はそこタッチしたことないからわかんないけど、ね、行くわけでしょ。だから結構、この裁判は、裁判って意味はあるんだけど、その裁判の持ってき方として、その契約の方法自体に不備があるんじゃないかって誰も言わないでしょ。ね、それ言えないんですよ、プロレスだから。<laughs> ね、で契約の方法にあの不備がないんであればそれは王子兄が王朝大使のそのね、えー、法律の知識ないやつの、ね、単なる妄想だというんであればもう大通訳は負けでしょ、ね、ネット選挙株式会社と正しい契約を結んでんのにねポスターを作ったのにそのポスターを払わないって言われるでしょ代金をね <laughs> ね,ねネット選挙株式会社に行けば単なるポスターの広告なんてしてませんからね 普通に、ね、選挙用のポスターを作るとこなんだから、ね、<laughs> それが違いますよというんであれば警察だって大津川はねなんで大津川が警察に行かないんですか、まあ、裁判の自由,自由があるよ裁判を、えー、する権利がありますからいいんですけど <laughs> いいんですけどねこれもしその契約上に変なことがあったら民事では負けるかもしれないけどさ裁判では勝てるよ、ね、やらないんでしょ。 ね、その瞬間に大統領が裁判で勝ったのならネット選挙株式会社がカチャンする可能性があるカチャンする可能性があるわけでしょだからそこまではやらないんでしょなぜならお仲間だから仲いいからってこと当たり前でしょだってね神奈川県知事選挙の、えーあポあのー、なんだあれのコ,コーヒー政権放送のコーヒー200何万ぐらいをゲットしてるわけだよネット選挙だからお得意様だって お得意様からなんでわざわざ50万までせしめようとするのそれ前にワンサーがね儲かってるわけだからネット選挙株式会社はね儲 <laughs> かってるのなんで大通やかにその50万まで請求すんの別にね <laughs> そんな12万限界12万ぐらいでやってるやつをなんであの、ね、別にそんな損切りすればいいのになぜ請求していくのか分かりますかね 大通やかとネット選挙株式会社は仲いいですってバレちゃいけないからと考えれば自然ですよね。そう考えれば違和感が解消されますよね、皆さん。ね。わかるじゃん。特定商取引法。ね。消費者庁のホームページに行って調べてください。ね。契約のスタイルが法律で決められてます。その法律で決められているルールのことを誰一人、法律の専門家たちが誰一人言わない。ね。福永弁護士とか、<laughs> あの、失敗後藤さんのは。ね。 で、それ言う必要がないんです。ね、そういう変な契約があったときは、ね、警察に相談しなさいで終わり。あやかさん、警察に行きなさい。で、消費者庁に電話しましたかすると、えー、お近くの目黒かわかんないけど、そこの役所の人の、えー、消費生活センターのた担当者につながります。ね、昔、失敗小僧さんがやっていたやつです。 <laughs> 昔、失敗小僧さんが、そういう悪徳ね、ポスター、選挙ポスターを売りつけるぞみたいな悪徳ポスター、<laughs> 事業者かわからないけど、そういうのがもしあったとするならば、ね、あの、そういうところに騙された人の担当者として、えー、失敗小僧さんがやってたわけでしょだからこの話も全部知ってるのに、それ全部飛ばすから、だから私は怒るわけ。これは、鬼つぐみさんの怒りとはちょっと違う怒りなわけ。俺はね、<laughs> でも似てるよ。 つ組さんは名誉毀損のことをそういう法律のかじった人があんなふうに言って、ね、違うんじゃないんですかそこは訂正した方がいいんじゃないですかっていう動画怒りプンプンでやってきたでしょ、ね、これも私も似たような感じで名誉毀損じゃなくてこれはねポスター選挙のやつだったら販売方法に問題があるんじゃないんですかってねだからあれを見たらば全て、ね、この事業者に騙されたみたいな人は ね、あの裁判を民事裁判を会社とやっていかないといけないその悪徳事業者とやっていかないみたいないけないみたいな感じになるじゃん、ね、そのポスターだけに絞ったとしてもねちなみにまずは、ね、普通に相談するルートが警察とか消費者庁とかあるわけ <laughs> 我々の税金で仕事しているあの人たちがあるわけそこ,でそ,こそこが全部ガン無視してきて ガン視シ、ありますよ、ジャパンライフみたいな巨大,巨大企業でもう政治家を囲ってるような場合にね、えー、消費者庁のトップのなんかも囲ってる場合には、消費者庁に電話しても何ら動いてくれないかもしれない。ね、そういうケースはあるよ、普通にね。で、その場合はしょうがないから、ジャパンライフと直接裁判を起こさないといけないかもしれない。そういう時だけだって。だからそういうレアケースを皆さんが。 えー、あの覗いてるということを残遺伝提に法律の専門家が言わないと、ね、みんな裁判しないといけないみたいな感じで泣き賑入りしちゃうじゃん <laughs>。ね。はい。そう,いうことです以上ですす以上